皆さんこんにちは。フットボールチャンネルの F ちゃん TV、 今回 MC を務めます小島なつきです。私もサッカーを見るのが大好きなんですが、まだまだ知らないことがたくさんあるので、この番組を通してもっとサッカーを勉強して皆さんにサッカーの魅力をお伝えできればいいなと思っています。では F ちゃん TV 始まります。 F ちゃん TV、ここからはゲストコメンテーターの方とお送りしていきます。今回のコメンテーターの方はこの方、フローランダバディさんです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ダバディさんはフィリップ・トルシェ監督時代に日本代表の通訳兼コーチを務めておられまして、2002年の日韓ワールドカップにも参加、現在はスポーツジャーナリストとしてご活躍中です。はい、そうです。すごい、スポーツジャーナリストですね。ダバディさんはご出身がフランスのパリということですが、はい、今年は6月にユーロが開催されますよね。ダバディさんが注目していらっしゃる選手とかっていますか？今回はね、24カ国っていうことで、チームが増えることによって、たくさんいい選手見られると思うんですけど、もちろんフランス人として、しかも、久々の母国開催なので、フランス代表の選手を選びました。今日本でも大人気の、アトレティコ・マドリード所属のグリーズマン選手を選びました。グリーズマン選手、どういった選手なんですか？まずストライカーなんですけど、近年はフランスってすごい上手いストライカーがいなかったんですね。彼はそんなに大きくて、どっちかっていうと小柄なんですけど、器用でスピードがあって、あとはその嗅覚、本当にこう、ペナルティエリアの中のセンスがあって、シュート力もすごくて、だから見てスカッと、すごいなんか見て気持ちいいと思うんですよ。シュート打つ時のそのボールのスピードだったり。唯一の心配は、チャンピオンズリーグの決勝に彼は残ってて、すごいですね。すごいんですよ。すごいんですけど、リーグもあって、チャンピオンズリーグもあって、代表があって、なんかいろいろありすぎますね。そう、ヘトヘトじゃないかなという頑張りすぎちゃってて、だから実はここ注目選手って言いながら、もしかしてベンチかもしれないいや、そんなことはねえ、でも本番にならないとわからない、ということですね。デシャン監督に電話してください。いやいやいや、私がですかちょっと、力をつけて頑張りますじゃあ注目する選手ということで頑張ってほしいですね。ヨーロッパのリーグ戦はもう残すところ、チャンピオンズリーグなどカップ戦の決勝のみというところですが、それが終わればすぐユーロもありまして、しかも今年はコパアメリカもあって、さらにはリオ五輪もありますから、もうサッカーファンの皆さんにとってはシーズンが終わるどころか、これからが本番という感じですね。ずっとつながりますよね。そうですね。もう休みが欲しいね、サッカーファンとしてそうですね、ずっとつながってますからね。リオ五輪といえば、ダバディさんは2000年のシドニー五輪にも日本代表のスタッフとして参加されていたそうですね。あの時は、すごくカリスマがいっぱいいたんですよ。普通の選手にも優秀な中村俊輔がすごく若かったんです。チームのリーダー、今有名になったんですけど、当時は本当に若くて、でオーバーエイジに中田秀とかいたし、もう誰もが知ってるスーパーエースです。そうだから、そういう意味ではどうですか、今回はね。今回、そうですね、今回のじゃあアンダー23の日本代表で気になる選手とかってダバディさんいたりしますか？この前、メキシコ戦、アンダー23とメキシコの親善試合見たら、とてもいいサッカーしてたんですけど、正直に申し上げて、この人っていうのはいなかったんですね。どっちかというとチームとして完成されて、確かにチームプレーがすごかったですね。チームプレーはすごかったけど、メキシコの方が個人個人が目立ってた。ただその中で、私はよくハリロジッチュ代表監督と話をするんですけども、前からいろいろ名前を聞いて、これからもっと見てみたいのは浅野選手、広島のね、スピードがあって、すごく体がしっかりしてて、いつ
海外移籍をするかわからないんですけれども、うん、なんか専門家に聞くと、うん、移籍、まあ、ヨーロッパのサッカーに合うようなあのプレースタイルだったり、だからそういう意味では、うん、初めての国際大舞台のオリンピックで、うん、その海外の選手、うん、まあ、海外のエースに対して通じるのか、うん、というのがありますね。じゃあこれから本当に注目の選手ということですね。それにしましょう。お、じゃあその選手で私も注目していきたいと思います。お願いします。はい、では週末に行われた J1 ファーストステージ第12節の MVP を発表していきたいと思いますが、その前にフットボールチャンネル編集部が選んだベストイレブンを見ていきましょう。ガンバ大阪の遠藤保仁選手が選出されています。すごいですね。さすがですね、遠藤選手。この年齢でまだ J リーグで活躍するっていうことは僕はすごくびっくりするんですね。なんかありますか、つながりとか。すごいあります。え、あるんですか。でもここで喋ってもいいのかわからないですね。え、なんですか、なんですか。まあ、小島さんがあの時の、はい、多分まだ小さすぎて見てないですけど、はい、実はオリンピックの時も、うん、あのシドニーね、2000年だからおよそ15年前、はい、15年前、あのその後のトルシエ監督の日本代表、うん、2002年の母国、はい、日本母国開催のワールドカップに遠藤さんは常にいたんですけど、うん、でも彼のポジションには、はい、あの当時はもう本当に動かせない、うん、あの中田英寿だったり、それこそ中村俊輔だったり、だからもう超ライバル的存在がいて、彼はスーパースターがたくさんいたんですよ。でまさに今のキーワードにスーパースターだから、うん、メディアも多分外せないような雰囲気を作っている中で、はいはい、あの遠藤くんはその3番手だったんですね。あ、そうなんですね。でですごい才能があった、うん、他の国だったらもしかしてスタメンだけど、でもたまたま中田もあの中村もいるから、そうで彼はすごい上手いのに、はい、そのね、難しい微妙な気持ちでトルシエ監督は彼をたまに親善試合に出すけど、最終的には選ばない。そしたら ね、 そうだったんですね。僕は彼がいつもあの部屋にこう、ちょっとこう寂しそうな雰囲気を醸し出してたから遠藤選手が、遠藤選手が、はい、私はいつも彼の相手にして、あのウィーレをやって一緒に二人でですか。二人ですごい寂しい。僕もね、そんなに、あの選手にトルシエ監督の厳しい言葉をこう発声して、うんうん、時にはあんまり人気なかったから人気のない二人同士で、そんなことはないですけど、部屋の中でウィーレをやって、ね、遠藤選手覚えてるのは結構淡々としてるんじゃないですか、うん、はい、で、そうですね、あのウィーレをやる時に確かに遠藤さんもそんなにこう、うん、他の若者みんなすっごい興奮して、うん、いやーとかーって、彼はもう本当にもう淡々とやっててそれはのちょっとこう僕も虚しくて、ゲームの時も淡々と、フランス語で解説してた、はい、試合の自分のやってるゲームを例えばフランス語でやってずっと解説好きで、そしたらうるさいとかって言ってくれるかなと思ったらもうずっとそれを受け止めてやってて、どれぐらいいい人なのかなって思ってて、めちゃくちゃいい人じゃないですか、うん、ね、でもそれ以来声かかってないけど多分うるさかったと思うきっとね、心の中では黙れってちょっと思われたかもしれないですね。でもじゃあ仲が良かったということで、まあかどうかは分かんないけど、まあしょうがなく2人は結構付き合ってましたよじゃあウィーレ仲間だったんですね、はい、すごい、そういう全くサッカーと関係ない話いやでもとてもいい話をありがとうございます、うん、はい、ではこの中から視聴者の皆さんで投票によって選出された MVP を発表したいと思います。 J1 ファーストステージ第12節 MVP はじゃん、鹿島レイソルの中村浩輔選手です。おめでとうございます。中村選手はですね、現在21歳でリオ五輪代表としても期待されているとても素敵な選手です。知らないです。あ、本当ですか。なんですけど教えてください。はい、あのですね、生まれは1995年の2月27日生まれで、なんと私と同級生ということでですね、で実は私も千葉県出身で、
中村選手も柏レイソルなのでもう親近感がとても湧いていますね。しかもあのレイソル出身だけど東京の北区の出身ですね。そうみたいです。僕は昔から東京の北区にすごい美味しい焼肉をいっぱい食べに行くから私も親近感を親近感湧きますよね。しかも結構肉々しい元気なあの、ね、人ですよね。184センチという高身長の72キロでゴールキーパーをやっていらっしゃるということでこれからも期待して、ね、あの先ほどサッカー関係者に聞いたらもうかなり有望で、うん、これから ねどうしてもやっぱり、うん、あの日本はゴールキーパーはね、うん、ずっと探してるんですよ。日本代表は ねなかなかあの、まあ、まだ生まれてない時の、うん、まあ生まれてるかなあその前の J リーグが始めた時に93年に海外のスーパースターをいっぱい日本に来たんですよ、うん、だけど多分あのまだそのサッカーを知らないサッカー文化を知らない一般の日本人がゴールを見たいんですね。だからゴールキーパーというポジションはよくわからないというかそんなに別にあのスーパースターを2人とか3人を買うお金があればクラブはどっちかっていうとゴールを決めるフォワードとかファンタジスタを選ぶから結局日本にはスーパースターのキーパー来なかった。あ、そういういろいろあるってことなんですね。でゆえに結局その子供たちも憧れるようなそういう外国人のスーパースターキーパーもいないからなかなか育たなかったけど良かったですね。じゃあこれからみんなのもう憧れの星に中村選手なるかもしれないですね。期待していきましょう。以上 J1 ファーストステージ第12節 MVP 発表でした。続いてはワールドサッカートピック。このコーナーではフットボールチャンネルが配信した注目の記事や話題の出来事などを紹介していきたいと思います。今回はフットボールチャンネル編集部がダバディさんにお聞きしたいテーマをピックアップしました。ぜひお付き合いください。お願いします。では最初のテーマはこちらです。記者会見はまるで演説？日本代表ハリルホジッチ監督ってどんな人？です。これはですね、どうですか？どんな人？まあの私は10回ぐらいしか会ってないので、あ、でもそんなにお会いしてるんですね。まあ、あの一応仕事ではあの海外ロケも1回4日間ぐらい一緒だった、うん、あとはちょっと解説ここでの解説だったイベント一緒だったんですけども、プライベートでは 2,3 回ぐらいかな食事をしたんですけど、うん、すごいなんか真面目な人で、実はそんなにエピソードがない。僕のトルシエ監督時代トルシエさんがすごくこう、うん、情熱的な人で、うん、あのいろんなことを喋るんですけど、アリオジッチさんもすっごい情熱にあふれる方ですけど、うん、でもなんか中に潜めて、うん、ピッチとかで仕事でしか出さない、うん、結構ね省エネなんですプライベートは。あ、そうなんですか。結構もう周知淡々といろんなそんなに外も出ないし仕事をして、うん、それを全部もうピッチの時にグワーって。じゃあもうサッカーに全てを捧げてる方ということですか。もうドラゴンですよ。ドラゴン洞窟にずっといて、ある日は市代表の合宿で試合の時にも飛び出す。すごい、そんな方いるんですね。見てみたい。私も結構、しかもね、うん、あの背が高くて、すごくいい。ちょうど5月15日に、うん、彼は64歳になったんですけれども。64歳。はい、でもね若い。あ、若くて、あの毎朝必ず運動して、うん、結構僕64歳でですか。で、あの代表合宿の彼と選手たちが腹筋をやってる、うん、あの映像を見たんですけど、他の20代の選手たちがあの途中で挫折して彼が続くんです。監督も一緒にやってるんですか。一緒にやってる鉄人です。すごいですね。もうすごいですよ。ハリオジッチさんかっこいい。64歳ですね、はい、すごい。じゃあフランスでのハリルホジッチ監督の評価っていうのはどういう感じなんですか。そうですね、まあ、まさにあの小島さんが生まれる10年前の話ですけど、はい、80年代前半にフランスでハリオジッチさんってスーパースターだったんです。あのフランスリーグの得点王で、今もそうだけど得点王を2回取ったんです、う
めっちゃすごいじゃないですか、それって。フランスリーグ27点と29点、多分83年と85年ですけど、すごい。で、彼は、まあ、ユーゴスラビアという今、まあ、旧ユーゴスラビアという国の出身で、うん、あの時は政治的な理由でその国は28歳まで選手出さなかったんですね。うん、だから結構遅く28歳にフランスになったもに移籍したものの大活躍して、だもっと若く移籍してたら、うん、多分レアル・マドリードとか AC ミランとかそういうビッグクラブに行ってたんですね。だからもう本当にもうスーパースターです。でその後ちょっと時間が空いて、監督になるんですけど、うん、フランスのチーム名門のパリ、私の出身のパリのパリ・サンジェルマンの監督にもなるんですけど、はい、1年目はすごくうまくいって、うん、フランスカップも優勝した、だから優秀な指導者。すごいですね。でもすごい厳しい人なので、2年目からスター選手を、うん、こう厳しく扱って、ちょっとこうチームの中で彼の厳しさに、うん、まあ、厳しさっていうか、彼は情熱持ってるから、うん、もう誰でも、うん、100% 24時間サッカーだと思って、うん、当然と思ってるんですけど、うん、人によってそうはいかない人もいるから、うん、多分彼が設定したスタンダードに選手たちが追いつけなくて、ちょっと2年目はうまくいかなかったんですけど。へー、じゃあもう本当に厳しく、もう本当にサッカーのことだけを考えてるストイックな方なんですね。そうですね、もう本当にストイックというのはパーフェクトな言葉で、うん、家ではずっとサッカーの試合を見たり、お家でも。で結構ね、海外のサッカーも見るから、例えば土曜日とか日曜日は全部 J リーグの試合を見てから、たまに僕は一緒に試合の解説とかイベントに出て、うん、夜22時半とか23時に家にやっと帰って、でもこれから夜中の3時まで仕事が続く、でそのまま次の朝が8時仕事、オフィスに行くとか、結構ね、睡眠ってどうなってるんだろうって思うんですよね。まさにサッカーのことを。 AKB なりの。いやいや、 AKB はもういっぱい寝ちゃってますね。あ、そうなんですか。いっぱい寝ちゃってます。イメージ変わりました。すいません。日本代表は6月のキリンカップを終えるとワールドカップアジア最終予選に挑みますが、どのような戦いを見せてくれるか、じゃあ楽しみですね、とっても。はい、以上ワールドサッカートピックでした。 F ちゃん TV、 ラバディさん、はい、エンディングの時間がやってきちゃいました。早いですね。早いですね。あっという間でした ね。とても楽しい時間でした。ありがとうございます。今後もユーロとオリンピックと続きますので、またぜひお話を聞かせてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。では次回をお楽しみに。バイバイ。